じゃあいきます原作は「月刊アフタヌーン」にて連載中の二瓶勉先生による「ハード SF」です、うん、サイエンスフィクションサイエンスフィクション、ね、<laughs> それでもって、はい、対話不能の異生物ガウナの襲撃で<う>太陽系を破壊されてから千年経った世界が舞台になってますなるほどすごい未来の話ですね <laughs> ですで、えー、地球を脱出した人類の一部が巨大な宇宙船シドニア内で当てのない旅を続けている なるほどシドニアって船なんですよねそうな名前なんでしょうねで主人公谷風永手や私須崎の演じる星次静静は森戸と呼ばれる対ガウナ用の大型兵器の訓練生となりガウナと命をとした戦いをしていくというお話ですあなるほどしだって読むんだこれ私もさっきちょっと調べた自信があたからもしかして間違ってるかなとそうです原作読んだ感想とかちょっと そうですなんか絵柄も割とこう描き込んでいるようなうん、うん、でも割とあっさりとしているようななんか不思議な雰囲気があって、うん、なのでなんか読んでいて。うん どんどど、んんんん物語が進んでいくんだけどあんまりこう、うん、しかも重い物語で結構人がね死んだりとかしていくにもかかわらずうん、うん、でもあんまりこうあのズンと重い気持ちにはならずなぜかなんかさらさらと読めてしまう確かにがあって、うんうん、なんかこうクローンが出てきたりとかこう中性的な子がいたりとかほ、はい、んとにザ・ SF って感じだけど、はい、でもこう漢字がすごく多かったりとかあ多いですねこう、うなんだろう 重力祭りで星白が浴衣着てたりとかイザナがうリンゴ飴食べてたりとかなんかこう昭和っぽいノスタルジーな感じっていうかなんか新しい感じのする SF だなと思ってそう「わ」って感じのものが面白いなと思ったりみんな名前読めない難しいほんとに「もずくもずく」私これいまだに書けないですよなんか草冠でしょ 草かん森に字数が多いだってまず長道とかって読みましたもん長手なんだ長いに道で長手なんですよあとしなとせも読めないし星白静かがちょっと静かがちょっとな船戸ノリオお兄ちゃんノリオだよお兄ちゃんお兄ちゃんちょっと海に寝てるんだよなノリなんですよねうちの庭にあるわかっこいいのにノリオさんなんだそう。あゆはた 湯畑ね、ああ、うん、そその中でのからの英子、山の英子ですいたって普通の、ちょっと安心する感じ。まあそうですけどね、んうん、うん、まあ山野さんもねいますし、うん、なんか結構、うん、あ。